イス。あー、こびっちゃった。今日はでももうアンダーは硬いですね。安ゴルで2回目のアンダーが出るな。ゴルフ業界を代表するエロスの2人。16番パー5、501ヤード。ここが名物です。だってあれがオークツリーですからね。オークツリー？オークツリー？これ。これがね、オークヒルズのシンボル。ね、マーカーとかいろんなマークになってる、うんうん、さ あということで TG さん対ドヤさん、はい、第3戦、はい、そして TG さんのショットを堪能しドヤさんのナイスプレーを堪能する回。俺はなんか結局これ今なんかまた危機的状況に追い込まれてる。大丈夫大丈夫。なんかな、良くなってんだけどな。じゃあ僕はまあ木の右かな。はい。今日ピンどっち切ってんだ。左か。左に万ぶりです。万ぶり万ぶりだな。左相当右に打っていくか左行くか左行くか。まあまあ万って曲げられるから大丈夫か。そうですね、木がねどう影響するか。あの木っていけば多分左狙えると思う。なるほど。あー右行った。ちょっとあれはやばいな。あ、でも大丈夫だ。風で戻された。狙えそう。多分木の手前だと思う。そうですね、あれは狙えるな、うん、左側を狙えそうですね、はい、普通に。ナイスです。上がって曲がって上がって曲がって行きます。おー、上がって曲がらず。上がって曲がらず。どこだ。うん、あー、これか。よし、まあ、皆さんと同じようなところに、うん、行ければ。どこ行った？見えなくなった。右目、カートの右目かな。あー、ちょっと落ちちゃうな、これ。あ、跳ねちゃった。跳ねた。あ、マジ下行った。この下か。カート跳ねちゃいました。うん、いや悪くないんだけどな。当たり半分とかも。今ちょっと正直右打ち出して、うん、捕まえるようなイメージが出たらちょっと右には出しちゃったんですけど、これやっぱ直進性が高いのか。うん、だからスピン量があんま出ないからじゃない、うん、直進性高いのは。なるほど、うん、もうこれは目標に向かって振り抜く。そうします。ストレートボーラー。2022年のテーマ、ストレートボーラー。ストレートボーラーです。これロングだけど縦がないんだよね、グリーンの。そうなんですね、うん、これ長い距離狙うのしんどいですよね。そう、やっぱりね、落とさないといけないから、やっぱりちょっとカットでスピン量多めでっていう感じね。そういうことね。TG さん、ティーショット打つときは、うん、その女性には例えてないんですか。例えてます。例えてる。今まで歴代、うん、嫌な思いをさせてしまった女性を思ってですね、思い切りスパンキングしてます。なるほど。はたがないでっていうところははたい。ああ、だから苦手なんだ。あれから横から入れろって言ってるのに、あ、上から。そうなんですよ。上から行くか。上から行くか。多分残り200、230、うん、9番で刻みます。はい。もうちょっと左目。左目だけど、まあ、大丈夫じゃない。うん、やべえな、これ見えねえ。いや、やばいっすよ。いや、むずいな。僕、まあ狙います。はい、5番ウッド。はい。笑うよ。カットで行きたいんだけど高さが出せないな。220ぐらいですか。215。5番ウッド。はい、セカンド。目カット。はい、池入ったらしょうがない。はい。いや、奥の OB っすね。え、OB？ うん。あ、あったあったあった。いや、セーフです。あ、オッケー。で、やばいところ。もうしょうがない、攻めた結果。はい、ナイス。どうしよう。悩みますよね。3鉄。同じ距離。はい、若干狙いやすいかな、角度的に。
いや、ちょっと見失いましたね。多分大丈夫っぽいですけど。俺どこら辺、大引くあたりまで行った左のね、うん、はい、左、ヤバタニエンじゃん。ヤバタニエン、ヤス君のはどこだ。俺のはあった。まあでも高台でちょっと狙いやすいかもね。はい、何ヤード。9号で、右から上げか。はい、50度で、はい、まあ100ぐらい打つ感じで。だん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 、ナイス。すごい攻められんぞ。うん、しょうがない。あのオークツリーにやられたな。やっぱり戦略にハマってるね、コースの。あれ超えんの難儀ですからね、結構。そう、あれはタイガーウッズじゃないとできない。だから本当結構右狙わないとダメなんですね。そうだね。だから右狙ってもまあ230以内だから、それでまあ頑張ってねって感じなんです。そうなんだよね。で、風によっちゃもう無理ですね、ここ数本は。最近動物のうんこがよくあるんですよ、俺が打つところに、うん、っていう話です。さあ、こんな感じ。やばいでしょ、これ、ライが。すっごいちっちゃくなってる、腕屋さんが。33ヤード60で。はい。ちょっとこれ高く打てないから、足使います。はい。うん。あ、うまい。あ、止まっちゃったか。まあまあ、ナイスです。はい。24ヤード。はい、TG さんも3打目。24、60度。ここね、ちょっとね、芝がティフトンなんですよね。あ、なかなかいい絡みしてきますよね。絡んでくるな、これ。絡んでくるな。TG さん、4打目。15ヤードぐらいかな。60度で。はい、60度。そういう感じですよね。いや、ポッコンしちゃうんだよな、本当に、このティフト。下入りすぎて。入るですよね。で、僕、9ヤード。はい。6人で。うまい。あ、ちょっと抜けた。うん、まあ。ね、ナイス。よし。ナイス、ナイス。よし。左のジャングル。いや、大変だったな。大変だった。強かったけど。よし、バーディーパット20メーター。はい。なあ、結構切れるね。うまい、うまい。セーフ。うん、ナイスアッチ。3ヤード。3ヤード。3ヤードスライス。はい。うん、OK、 よし、きれいじ。ヤス、パーパット、はい、1メーターちょっと。おー、OK。 なんか右に行ったっすか、今、うん、ね、右に行った。何やってんの、アンドレさん。パーパット、パーパット1メーター。ナイスパー。ナイス、ナイスパー。いや、いや、ジャングル、ジャングル。名物だったな。名物にやられたね。美味しく堪能しました。17番パー4、354ヤードオークヒルズ。ここは右に行きやすいな。うん、うい、ナイスショー。素晴らしい。あざす。僕のお股に刺さりました。お股に炎。ちょっとまあまあいいところですね。あ、ちょい低いティーだ。ちょい低いだ。まあ、ちょいマックス。ちょいマックス。あれ、なんか消えたくない。確かに。あ、おっぺん。これ今日一おっぺんだな、ちょっと。決まったね。キムタクさん、すいません。あれ、なんか上げに感じるな。巻いてるか、まあ、てね。まあ真ん中狙いで。危ねえ。オッケー、危ねえであれだったらいいね。あ、バンカー入っちゃうから。え、あ、入っちゃった。入っちゃった。ここか。ちょっと擦るな。下が耐えられない。
なーってちょっと揚げにもやられましたね今ね。スピードいっちゃって揚げにもやられて、そうでした。いやーペラったな。うん、オッペランチョでしたね。ペラルラこっち来てないかな。いやもう世紀の大オッペンでしたやっぱり一日一回やんないとやっぱりなんかね気持ち悪い、しっくりこない、しっくりこないですか。あ、やっぱやったかみたいな。はいはいはい。いや、もう横出しですね。いや、ちょんどしで2打目今、8番で9番ぐらいか。あ、バンカーだ。あら、底辺だこれ。はい、S 2打目115 9番で、はい、ゴープゴープゴープ。これだ。はい、乗ってると。あ、オッケーオッケー。さあ、TG さんもここ入っちゃって3打目と。3打目、まあ4ぐらいピッチング。ナイスナイス。ありがとうございます。ナイス。さあ、ドヤさん、はい、84ヤード、はい、フォローだもんね。なんかね、今フォローですね。まあピンも無風ですね。はい、62でパーシーなんだ、うん、すげえな。この後です。来た。あー、カモン。これで右。あはい、やっぱりなんか開くんだよな。右向いてたのかな。いや、マジでいい方向向いてました。これやっぱりこうなんかヘッドバランスに持ってかれるんで、うん、ちょっとこうやっぱ開く動きになるんですね。開く動きにもう自然と結構グーってこう、うん、立たせるつもりなんだけども。あ、じゃあ捕まえに行ってる感じなんですか。そうね、立ちが悪いね。立ちが悪い。立ち悪いな。なんかね、ちょっと。TG さん15ぐらいですか。17歩。はい。17歩パーパット。もうちょっとタッチ落ちたな。カモン。ああ。結構いきますね。ね、ペタ。ペタ神社。伸びる年ですね。うん、14歩。はい。お、打ったよこれも。あ、やっぱりね、ちょっと下、うん、っちからなんか登ってるように見えて。だから俺もここフックに見えるんだけど、最初だけで、あとはスライスなんだろう。ここがオークヒルズの家らしいところは。なんだこれ。6.5歩。6.5。フックスライスだからまっすぐ。最後スライスだけどそんなにいかないな。ちょっとカップの右。来い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 。ああ、やっぱね、スラスラしてくるわ。はい。3.5m。 フックだと思いますが、嫌な感じはね、なんか下りに見えて下りじゃないんだけど、まあジャストぐらいで、うん、OK。 ちょっと切れるか。おいいですやばいよし、ボギーパット。はい、入れます。はい、2.5m。ああ、ナイス。ナイス。ナイスボギー。いやー、フォークってなんか叩くんだよな。いろいろありました。最後ぐらい。ね、いい球を打って。18番もちょっと ね、トリッキーなんですよね。登ってアゲンスト。アゲン、めっちゃ上げてる。ちょっとこの風しんどいな。しんどいっすよね。うん、次パーで上がれるかな。上がりました。パーで上がって88か。末広がりじゃないですか。末広がり、確かに TG さんとの今年初ラウンドは末広がりで、うん、ちょっと、ね、うん、勘弁してあげようかな。末広がりで。18番パー4、407ヤード打ち上げ緩やかな。ここちょっとトリッキーなんですよね。バンカー効いてんすよね、うん、そうね。まあでも今日の風は左のバンカーは入んないから。そうですね、左バンカー手前になんか落ちそうな感じ、うん、そう。でもね、それ左行っちゃうと危険。
アウト。あとの左は BO。右バンカー左ぐらいですか。もうセンターか。でもね、左のバンカー狙っていく。左のバンカーからフェード。なるほど。やっぱりフェードなんだな、俺。でも、ちょっとドローのイメージも持ってないと、また上から入ってくるか。よいしょ。ああ、本当にバンカー覚えちゃった。うん。本来、本来か。あ、大丈夫ですね。はい、フェアウェイちょっと超えたぐらい、はい、最終か、いいけど、でもちょっと今日はいいランニングできたね、うん、いきます。はい、おー、刺し頃、刺し頃、オッペンの次はどうだろう、どうだろう、見えなかった、しないっすね、うん、よし、じゃあ最終頃お願いします。はい、お願いします。ああ、緩んだね。あ、刺し頃。これもギリのところだな。どこ行った？見えたけど、あの跡が見えないな。カートの左行った？いやいいです。じゃあ、本気行きます。はい。本気だ。綺麗な7番で。右バンカー方向、あー手前、はい、バンカー手前で残りました。もしかしたらあれも1番かもしれないですけど、うん、また1番です。はい、あー見なかった俺。まっすぐ、まっすぐ左左上、あーナイス、よっしゃ、うん、ナイス。いやちょっとやっぱ平らに使いすぎちゃうと、まあそうね、フラットに入ってくれば捕まりやすくはなるね。でもその入り方の方があんま悪くはないから、そうっすよ、ね、だから多分もう一個のシリーズの方が合ってるのかもしれないね。確かに、うん、まあ、やっぱりデシャンボ系のドライバー、デシャンちゃんですよね、デシャンボなんですよ、ブライソンやシャンボなんですよ。風が冷たい、ね、冷たくなってきた。あとね、やっぱちょっと振ると、うん、あのグニャンってなる感じがあって、確かにシャフトもう一丁硬くしてもいいかなって思った節はありますね。155で、はい、7番で、1557番、はい、結構投げだからな。あーちょっと左だ、どうだろう、ちょっと手前かもしれない、うん、144なんですけど、うん、満上げなんで7で、はい、上空やばいと思います、うん、あー巻いた、あ、下落ちたな、多分落ちました。やっぱこの旋回ってかこういう動きで打とうとするとやっぱ巻きますね。ツッコミ防止だけしとけばいいんじゃない。そうっすね、いや、どういう動きで上げてたか分かんなくなっちゃう時があって、ある程度は腰を回っていくからさ、136よし8番や、はい、やっぱ抑えようとすると巻くよね、はい、あー拭いた、シャーって拭いた、あー全然手前じゃん、シャーって浮いた、あーシャー、あーすごいね、すごい上げてんだもん、くそー、やっぱ上げって難しいな、難しい、なんでアゲンストなんだろうアゲンスト配信協会作りましたけど、そうですね、アゲンストダメって、アゲンストダメ絶対、めっちゃ手前じゃんこれ、あーこれ TG さんバンカーかもしんないっすわ、目玉の親父ありそうっす、いやあの高さだと130ヤードショートしてんじゃん8番で100ヤードしか飛んでない、やっぱやばいんだ、5打目、はい、44ヤード、はい、56度で、むずいね、まあでもフェザー系でいきます、はい、うわ、あーちょっと薄かったね、フェザーすぎた、まあ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  OK でしょう、やばいこれ90切れないさあ3打目、35ヤードぐらい、35ヤード満上げ、ピッチング、おー、あー当たっちゃったか、
落ちんな。あー、わちょ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 、いらっしゃいいらっしゃい、早い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 、うわうまい、すげえな、ここ26ヤード、62で62、古谷さん3打目かな。うおーナイス、30ぐらい、あああべえ、しかも結構ペタペタ長いでしたよね、うん、すごいワンスピンしてましたけど、13ヤード、はい、上りスライス、はい、ちょっと右出たね、結構擦っちゃったな、うん、うん、さあ、ボギーパットか、6メーター、じゃあ僕4メートル、はい、パパッと、あー押した、うん、あれ、いや引退パッドいうの忘れちった、これ入ったら続けます、ナイス続けソフト2メーターダボパッド、あ、トリパッド、トリパッドだ、あー切れない、うん、OK、 うまいあーな、今日は悪くない感じだったんだけどな、ダボパッド、はい、よいしょ、ありがとうございました、よっしゃ、よっしゃ、では後ほどエンディングは後ほどエンディングでよろしくお願いします、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いやまあまあ結果から言うとですね、はい、この第3戦ね、TG さん対ベアさん、はい、こちらはベアさんの勝利となりました、ね、おめでとうございます、いや TG さんがまた今日初打ちだからそう、もう初打ちなんだ、いやでもね、初打ちの切れ方じゃなかったんですよ、マジで切れてた、切れてた、もう確かにバッキバキだったからな、やっぱトレーニングの成果が出てる感じですか、そうっすね、トレーニングもちょこちょこね、やってるんで、すごいもう速くて、そうっすね本当にね、あれでこう軸がぶれないっていうのはやっぱやばいことだと思うんですけど、でまあスコアで言うと1アンダーです、1アンダー、ね、はい、で8オーバー80回、はい、僕が92回、はい、ね、まあ、よくなってたんだけどね、いやなんかね、よくなって、あ、今日はもう70台まで見えるなって思って、うん、確かに確かに、一昨日かなのプライベートでラウンドがあったんですけど、うん、その時はまあなんかさらっとこう70台出たんですけど、ね、まあなんかでもよくなってる感覚がすごいあるんで、うん、ね、確かに、ここからもうバンっていきますから、ね、そうね、どうでしたか、まあそうですね、やっぱりあのキレ、やっぱこうライアンのフェース見てもさ、俺とかが残んない、ボールの打痕が残ってる、いやあのね、それすごいですよ、やっぱりそれって結構スピも適正かかってるし、ってるんです、ね、こうホップしていくような球が打てるんで、まあそこはね、僕もなんかトレーニングが必要なんじゃないのかなって、あらちょっとキャラ違いますよそれは違う俺のキャラじゃない、トレーニングキャラじゃないですね、やっちゃダメなキャラ、ナチュラルな今ある能力で最大限の成果をみたいなそうね、だからライブとかで何か筋トレとかしてるんですかとか言われるんですけど、しようぜしようぜやりません感じですか、本当に何もやらないっていうのでもうねやってるんで、まあでもやっぱりこうスコア的には僕の勝ったんですけど、やっぱワンショットワンショットはやっぱキレがあるなと思いました ね、だから結局それがなんか積み重なって結構ハマったらやっぱりその60とか出ちゃうっていうような感じ、僕だったらまあ60を出せる力ってまだ全然ないなと思いました、でもやっぱうまいですね、うまいうまいですね、なんやかんやこのね強風の中、まあ、惜しくもね負けてはしまいましたが、素晴らしいパフォーマンスを見せていただいた TG さんどうでしたか、まあそうですね、まあ、今年のテーマが決まったっすね、お、何ですか、今日決まったんですか、うん、今決まった、今何ですか、いや真面目な話、スピン、あ、はい、なんかドライバーって速い人に上手い人がドライバー上手いなって思って、あ、
なるほど、ね、確かにそうっすかもしれない。余計なスピンが入るとやっぱブレるじゃん。ブレますね、風で。そうそうそう、だからなんかアゲンスト用のドライバー探しの旅に1月はスピンか。確かにそうか、スピン量も結果的に多いタイプ、ね、スピン量多いタイプ、うん、だからアイアンタイプのスインガーだと確かに。だから T 低いし、タカタカティ、タカタカティやってみてください。タカタカティはマンロースピンですから。うん、そう、タカタカティ、ロフト立て立て、ロフト立て立て、タカタカティそうね、60ミリぐらいの出るやつがやってみてください。そう、じゃあ安くんはでもね、客観的に見てると、まあ、前半で言えばドライバーはかなり良かった。いや、もう前半振ってなかったんで、後半ちょっとこうちゃんと叩いたらどうなるのかなって思ったら、若干ですけどね。まあまあまあ、でもその悪い時の暴れ方とは全然違ったんで、ねうん、まあ狙い方とどういう球筋が出やすいのかっていうのをクラブに置いて分かっていけばいいかなっていう。いや、俺結構ね思ったのが、アイアンとかは本当にクォーターショットの練習した方がいいと思う。確かに。だから最初のティーショットで次のピッチングでライン出たでしょ。で結構あの後ろから見てるとあの感触がすごい俺の中で良くて、はい、だからやっぱりこうパワーあるからやっぱ振らなくていいと思う。あ、そういうこと。そうそうそう、だからそういうことか。パワーがあるからこそその軸がブレたりしちゃうっていう。深いなあるがゆえに、あるがゆえにだから振らなくていい。そうそうそう、ね、だからそう、もうみんな PGA とかの選手でもじゃあ振ってるかって言ったらやっぱ狙ってるっていうようなスイングになってるから、ほとんどもうこんなんですからね。うん、そうそうそう、それでいいかなと思うんだよ。もでも彼らもドライバー振ってるように見えるんですよ。ああ、まあ、ね、デシャンボー見すぎじゃないの振ってる人しか見てないキルとかそう減るもんね。でそういうスイングをしながらでも安くんの中では狙ってるっていうところが、まあ、最終目的っていうか。いやでもだからドライバー振ってるんですけど、うん、確かに彼らもすごいこう、うん、もうライン出しの技術がめちゃくちゃあるから、だからもう残りを短くして、うん、それを短めのでライン出して打てるような距離になったら、うん、なんか彼らのゴルフ、うん、何を言いたいの。ライン出しできるようになって振ればいいのかなとは思うんだけどね。まあ、だからちょっと長めの番手を持つとかね、うん、番手選択、うんうん、そうそうそう、そういうなんか冬場は大きい番手持って振らないとか、ね、うん、まあ、ライン出しはまあ割と好きなんで、うんうん、ただなんかバーンって打ちたいっていうだけの理由でギリギリの番手を振るっていう。だから試合時の方が振ってないと思うよ、ね、確かに、うん、あ、そうかもしれない。そうだからそういうところをなんか自己分析っていうかね、できればいいんじゃないかな。いやでも本当にこうやっと兆しがね見えてきたって思ってるんですけど ね、うん、ね、毎回言ってますけどまあでももうしょうがない、冬だしね、うん、でもちょっと試合とかね競技また始まったら、うん、それなりに結果出したいなと思ってますんで、そうね、うん、そこに合わせて頑張っていきたいなと思います、はい、ということで、今日はね、Tさんありがとうございました。また次回もね、第4戦ということで、はい、してください、ね、あとあの男塾もあのぜひお願いしますPGさん男塾になったらどうなっちゃうんだろうね。いやもうね、ゴリゴリの茨城弁でやってうん、なるほど、うん、なっぺってめちゃくちゃ言ってもらえる、はい、そんな感じで、はい、そちらも楽しみにしていただければと思います。ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターやってますんでぜひフォローお願いします。で、TG さんのね、TG ゴルフチャンネル、うん、ぜひ見てみてください。すごく、有益な情報がたくさんありますので、ぜひね、一応最初の方から見返してみるとすごい情報があるかと思いますので、はい、見てみてください。あとね、あのドヤさんのドヤ顔ゴルフチャンネルね、こちらも世界一の YouTube ライブ、これこするから、ほんとこするからね、うん、世界一か分からんけど実際、うん、まあでもそんな感じ、はい、毎日やってるから、はい、ほぼ、はい、なんで、まあ、YouTube ライブを配信に、はい、主にやってますんで、はい、ぜひ見てみてください、はい、ということで次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ、はい。